テヘペイラさん、ランク戦とランダム戦って何か変わるんですか？味方と敵の人数が違うので、一隻あたりの影響力が上がるので、自分で影響を与えられる試合が増えたり、あとはその、このプロフィールに出てくる戦果、戦績って、ランダム戦のものを、基準に出されるんですけど、これですね。ランク戦は入らないので、戦績に影響せず、たくさんランク戦できたり、あと1試合1試合、人数が少ない関係で1試合1試合が比較的短めだったり、あとは1隻あたりに対する経験値が多かったりするので、稼ぎやすくて、短い時間でそれなりに稼ぎやすくって、自分の影響が高いっていうのがランク戦だと僕は思っております。加えて、ランダム戦だと報酬は得られないけど、ランク戦報酬も得れるしね。鋼鉄とか、迷彩とか、ダブロンとか。